オールインワンミーティングボードの MAX Hub をご案内いたします。この製品は電子黒板、プロジェクター、ホワイトボード、ウェブ会議システムを一体化にしたものです。 4K のパネルに赤外線のタッチがついていて、カメラと6つのマイクがついています。立ち上げるとすぐに使える3つのアイコンが表示されます。1つ目はホワイトボード機能です。ホワイトボードはすぐに起動されます。他社の電子黒板もホワイトボード機能があるのですが、 MAX Hub は書き心地を重視しており、滑らかに書ける。紙と鉛筆、チョークと黒板を意識して開発しています。書いたものを認識する追従性も圧倒的に速いです。書くだけではなく消すことも可能です。手で消す、選択して消す、すべて消すことができます。デジタルならではの機能としていろいろな機能があります。例えば拡大、縮小、移動、自動識別、テーブル、二色ペン、回転、いろいろ書いていくと書けなくなってきますよね。これを消すともったいないので、次のページを押します。ページ、3ページ、最大20ページまで増やせるので、消さずにページをどんどん増やしていくと振り返りが可能です。当然これらは本体にも USB フラッシュにも Google ドライブ、OneDrive に保存できますし、メール送信も可能です。さらにQR コードをスキャンすれば、書いた内容を簡単にスマートフォンに保存できます。本体にデータを残さないので、セキュリティも安心です。以上はホワイトボード機能の紹介になります。他社製品にはない MAX Hub 最大の特徴として、プレゼンテーション機能があります。2番目のプレゼンテーションのアイコンを押すと、クラウド上のファイルやローカルファイルにもすぐに表示させることが可能です。資料は自分の PC で作成して、それをすぐに見せたいという需要が多いかと思います。 MAX Hub はこのワイヤレスドングルを使って自分の PC の資料をワイヤレスに表示させることが可能です。PC に USB 接続してワンクリックするだけです。ワイヤレス表示するだけではなく、MAX Hub本機の方から PC をコントロールすることが可能です。これを双方向コントロールと呼んでおりますが、これができると資料に直接書き込むや資料のページ送りが容易にできます。さらに上司から違う資料を表示されたら、自分の PC に戻らず MAX Hub 本機で次の資料を表示することが可能です。ワイヤレス表示は何も PC だけではないです。スマートフォンやタブレットにも対応しております。要するに Windows、MacOS、Android、iOS、すべて対応です。それも非常に簡単です。今日は iPhone でやってみたいと思います。iPhone の設定画面から MAX Hub の Wi-Fi に接続いただきます。その後、AirPlay のアイコンをクリックして映し出すだけです。簡単でしょ？
最大4画面同時表示することが可能で、図面と現場の写真を比較しながら画面を越えて直接書き込みすることが可能です。当然これらを保存共有することも可能です。 MaxHub 最大の特徴のプレゼンテーション機能をご案内いたしました。先ほどご案内いたしましたホワイトボードの機能、プレゼンテーションの機能を遠隔地の方と共有しながらミーティングしたいという需要があるかと思います。 MaxHub は800万画素の高性能なカメラと8メーター先からの声をクリアに拾う6アレイマイクが標準で搭載されています。3つ目のウェブ会議アイコンを押してウェブ会議システムを起動するだけで実現できます。こんにちは。このウェブ会議システムの画面共有機能と MaxHub のホワイトボード機能を組み合わせると遠隔地の方とあたかも隣にいるような感覚でホワイトボードを使って会議することが可能です。もちろん遠隔地の方に自分の PC の資料やスマホの写真を見せることも可能です。簡単ですよね。またここをクリックするとタイマー、画面録画、投票などよく使うアプリがいくつもあります。 MaxHub は日本では後発の製品になりますので他社製品をよく研究して開発いたしました。他社製品でできることは大抵 MaxHub でできます。 MaxHub でしかできない機能が魅力な上にお値段もお安いという大変魅力のある製品となっております。最後に最新導入事例を共有させていただきたいと思います。